食事を行きませんので、よろしくお願い申し上げます。これが70万坪の平面図。で、一番中だけ今残ってる。で、当時姫路はここから駅から南は全部瀬戸内海。これはみんな埋め立てられて南に向いてるんです。こういう地形、だからこっちは市川という大本川、こちら船着き場現在がある。こちらは瀬戸内海、北だけが小山、三つが水でね、水であるのよ。これが奈良岩ってどんのかな。はい、早いよ、ほらみんな。45度、早いよ。